実際に店舗で働いてる方に聞くと違いますね。見つけたらラッキーぐらいな感じだそうです。10個入りとか出してほしいぐらい美味しいんですけど、今日は無印良品でおすすめのものをたくさん買ってきましたので、そちらを紹介していきたいと思います。現役の無印良品で働く方におすすめを聞いたりとかしたアイテムたちもありますので、よかったら最後まで見てください。はい、なんか普段から使ってるものもあるんですけど、じゃあまずこちら、パルメザンとエダムチーズのサブレです。これ私の彼氏がすごく好きで、おすすめだって言って前に買って食べたらすごく美味しくって、今回また買ってみたんですけど、なんて言うんだろう、しょっぱいクッキーなんですよ。だから甘みとかが全然ないんですけど、お酒のおつまみとか、あとはなんかしょっぱいクッキーを求めている方にすごくおすすめしたいお菓子です。これ多分ね、あんまり上の段とかにあることが全然なくて、だいたい下の段にあるんですけど、すごく美味しいので、ちょっと騙されたと思ってぜひ食べてください。そう、チーズが2種類入ってるので結構濃厚な味わいです。次こちら、ちょっとすごい潰されちゃってあれなんですけど、フロランタンです。無印のフロランタン、すぐこういうちっちゃい一口サイズになっているのがたくさん入ってるので美味しいんですよ。食べやすくって私大好きなんですけど、なんかこういうなんか食感のあるザクザクしたようなものをずっと食べたくって、無印お菓子いっぱい売ってるじゃないですか。だからどれにしようかなって悩んで、今回フロランタンにしました。毎回ブールドネージュ、白い丸いお菓子あるじゃないですか、あれ買ってたんですけど、今回はフロランタンにしました。あれもね、美味しいんですよね。今たくさん味あるじゃないですか、レモンとか紅茶とか。ちょっと悩んだんですけど、今回はこっちにしました。で、次お菓子系、これラストなんですけど、現役の無印の社員の方が知り合いにいて、伺ってこれおすすめって言っていただいたのが、カカオトリュフのマールドシャンパーニュっていう、なんかシャンパン、あ、蒸留酒のマールっていうのがこう練り込まれたトリュフチョコです。これね、結構いろんな種類があって、カシスとかオレンジピール味とかあったんですけど、なんかこのシャンパーニュっていう名前に惹かれてこっちにしてみたんですけど、すごい美味しそうじゃないですか。このパッケージがいいですよね。そう、なんかこの時期ってやっぱり、なんかなんて言うんだろう、まあいつもそうなんですけど、ちょっと味の濃い濃厚なものが食べたくなるというか、これもね、お酒と一緒につまんでもいいですし、まあ、おやつとして食べてもいいし、ちょっとどういう味なのかすごく楽しみなので、これはレポしたいと思います。なんかこれ見た、今まで一回も見たことなかったんだけど、今回、今年からなのかな、去年もあったのかな、全然わかんないんですけど、これはすごい楽しみです。で、お菓子系はこれで以上かな。で、次こちら、これ50% オフって書いてあるんですけど、うがい薬を買いました。この前風邪をひきまして、コロナじゃなかったんですけど、全部検査して陰性だったんですけど、もうね、なんて言うんだろう、やっぱりさ、家でずっと仕事してるから免疫力がほんと落ちてる気がしてて、ちゃんとうがいもさ、水でこうね、ガラガラは帰ってきたら絶対するんですけど、ちゃんとこういううがい薬みたいのでしないと、なんか喉についた菌取れてないんじゃないかって思い始めて、だんだん。なのでちょっと、あ、 50% オフになってるから、じゃあ買ってみようと思って、無印のうがい薬買いました。なんかボトルもさ、透明だし、なんかこう置いてても生活感でなくていいなと思って、これにしました。今まで全然イソジンのやつ、一人暮らしの時とか使ってたんですけど、やっぱあれうがいしてるなって感じしますよね、イソジンのうがい薬ね。私大好きなんですけど、次がこれもその無印の、知り合いの方がおすすめしてくださったんですけど、携帯用のペーパーナプキン、これね、なんか主婦の方にすごい今人気って教えてくださったんですけど、話聞いたらすごい便利だなって思って、
感じで持ち運びしやすいサイズなんですけど、テープになってて、ここがこれをこうやってペリって開けます。そうするとこうやって1枚1枚紙ナプキンがね取り出せるんですけど、この紙ナプキンのサイズがこんな大きいんですよ。だからこうやって手拭けるサイズなの。本当にこれすごくいいなって思いました。まあ、ちょっとね、鼻かむとか鼻水かむとかはちょっと大変というか痛いかもしれないんですけど、手拭くとかさ、ちょっとこうポケットサイズにすごくいいなって思って、まあ、ちっちゃいバッグにも入るし、これ1個入れとけばハンカチ忘れた時とか、あーやばい手拭くものない、でもティッシュで拭いちゃうとティッシュ破れちゃうからさ、どうしようみたいな、ジェットタオルついてないしっていう時とか、これすごくいいなって思いました。しかもこれ6個ついて99円なんですよ。だから1組この1枚あたり 1.7 円なんだって、もうわけわかんないぐらい安いじゃないですか。なのでちょっとぜひこちら皆さんも買ってほしいなって思います。これ聞いた瞬間にすごい便利だなって思っていっぱい入ってるやつ買ったんですけど、まあ、水には溶けないのでトイレとかには流しちゃダメですとのことです。これ1個に10枚入ってるなんですって。これすごいいいですよね。ぜひまあ、多分これ結構有名だから知ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、これは私も今後持ち歩きたいと思いました。すごいいいもの知れて、やっぱりね実際に店舗で働いてる方に聞くと違いますね。これが売れてるっていうリアルなものを聞けてすごくありがたかったです。でこれインナーなんですけど、腹巻き付けショーツです。広げちゃうとあれかなって思うんで、この画像で見ていただけたら分かるんですけど、お腹の上までしっかりこう覆ってくれるようなタイプのインナーです。無印のインナーってちゃんとコットン、オーガニックコットンみたいのを使ってるので、すごく肌触りがいいんですよ。あとやっぱりお腹さ、この時期冷えちゃうんですよね。あったかいパジャマとか着ててもどうしてもお腹が冷えちゃったりとかするので、こういうちょっとあったかいインナー1枚でも持ってるとすごく便利だなって思います。寝る時に使うインナーとしてはすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。なんか L サイズしかなくって L 買っちゃったんですけど、 M が欲しかったんです。本当は L か XL しかなくって、もしかしたらこれ今ね、なんか妊婦さんとかが使ってんのかなって思ったんですけど、どうなんだろう、全然わかんないで、なんかあ、これあったかそうじゃんと思って、あ、L しかないけどまあいっかと思って買っちゃったんですけど、どうなんでしょうか実際のところは。はい、で次が、これはうちでもう使ってる、前もなんか動画で紹介した気がするんですけど、縁から付きの布巾ですね。こういう感じで色がついてるので、うちの食器、洗った食器拭いたりとかキッチンで使う布巾ですね。正直もうね、何枚やったってこんなのは消耗品なので、はい、行ったら行ってもあとうちにあと 1,2 枚しかないなっていう時はもう絶対ストックしてる布巾です。なんかマイクロファイバーの布巾拭くやつとかもあるじゃないですか。よくなんか繊維ついちゃうのがあんまり好きじゃなくって、これだともう本当になんて言うんだろう、薄い布なのでそういう繊維とかもつかないし、もうちゃっちゃって拭けてすぐ乾くっていうのがこの無印の布巾の好きなところですね。もうキッチンもさ、うまく活用していかないとね、もうほんとどんどん汚れてっちゃうから使い回しております。あとちょっと冷凍食品があるのでそちらを紹介したいと思います。はい、冷凍食品無印やっぱり大人気みたいで、店舗のね方もやっぱり冷凍食品無印今すごく人気で美味しいものがいっぱいありますよみたいな感じで教えていただいたんですけど、1個目がキンパです。種類がたくさんあって、ヤンニョムチキンとか、あともう1種類くらい種類があって、それはちょっと売り切れちゃってたんですけど、私今回韓国風のり巻きっていうやつ買いました。多分一番王道なものかな。卵とか、あとはなんか
ごまとかこう混ぜて牛肉とか入った一番よく見るあのキンパといったらみたいな王道な味のキンパを買ってきました。こういうさ、なんかちょっとすぐ食べれるようなものがあるとお昼とかにもいいですよね。これすごい楽しみ、キンパ初めて食べる。で、次が鶏肉とほうれん草のハンバーグ。これは無印の方にそれこそおすすめしてもらったんですけど、すごい美味しいっておすすめしてくれました。多分人気なのかな、これ全然なくって、あと3個ぐらいしかなかったんですけど、なんか見つけたらラッキーぐらいな感じだそうです。今結構売れちゃってるんだって。だから見つけたらぜひ買ってほしいんですけど、あの鶏胸肉とかほうれん草、あとお豆腐とかが入った柔らかい食感のハンバーグだそうです。なのでヘルシーだからダイエット中の方にもいいんじゃないかなね。ちっちゃいからさ、これもねお弁当とかにも入れられるし、美味しそう。すごくなんかお醤油とかつけて食べたいですね。ね、なんかちょっと和食っぽくして食べるのもありなんじゃないかなっていう風に思います。なんか美味しそうなものいっぱいあってさ、どれにしようって迷っちゃったんだけど、これはすごい美味しそう、買ってよかった。あとこれは私が大好きなもち麦ご飯の枝豆塩昆布おにぎりです。これはもう、前も動画で紹介したことがあるんですけど、本当に美味しいので、ぜひ食べたことない方買ってみてほしいです。なんかね、サイズもこれくらいのなんかちっちゃいおにぎり、普通のコンビニのおにぎりよりはちょっと一回りちっちゃいかなぐらいのサイズ感なんですけど、枝豆とかあと塩昆布とかのもち麦なので、こうなんか食感があってすごく美味しいんですよ。で、味もねちゃんとついてるので、これはね私本当に大好きで、これに例えばお茶漬けとかかけて食べても美味しいし、なんか活用方法がたくさんあるおにぎりなので、これはぜひ食べたことない方買ってみてください。美味しいです。これでもね5個しか入ってないの、なんか10個入りとか出してほしいぐらい美味しいんですけど、どうですかって言いたい無印の人に10個入り出してって。だってさ5個だったらさ、ファミリーだったらもう一瞬だもんね。おにぎり2個食べたいとか言って言われちゃってさ、パッてなってもう3個しかないんでしょ。ねえ、ちょっと大きいの出してほしいなって思うんですけど、人気だったらね。はい、ということで、まあ、ざっと紹介したんですけど、今回の私の、無印良品の購入品紹介でした。たくさんいっぱい買ったわけじゃないんですけど、本当に無印の方に実際におすすめしてもらったアイテムだったりとか、まあ、うちでね今食べてたりとか使ってて良かったものだったりとかするので、まあ、気になる方はぜひ買ってみてください。あと無印良品でこれすごい良かったですとか、これおすすめですってものがあったら、ぜひ私にコメント欄で教えてください。私はね今回一個買い忘れたものがあったって思ったんですけど、あれ忘れましたね。厚切りバウム、こういうスティックのやつの紅茶味を毎回行ったら買ってくるんですけど、完全に忘れてました。シャンパンのチョコに聞い取られすぎてましたね。なにこれなにこれって買って、はい、全然忘れてましたけど、それもすごくおすすめです。ということで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。またねー。